定休日来ました。今週も休日返上で焼き菓子類を作りだめして、夕方及川さんと店を離れた。自転車では行けない大型の商業施設まで足を伸ばすと、外の広場に露店が立ち並んでいた。いやーっていうか、そこの大型商業施設に行くまでに車の中でこう2人きりだったわけでしょ。いいね、いいよね、車でデートっていいと思います。クリスマスマーケット、ドイツでしたっけ。はい、オーナメントもあるはずです。空腹を刺激してくるチキンの香りに負けて、私たちは買い食いをしながら露店を見て回った。いいねー、デートじゃんそれ、これじゃ、これじゃちょっと言えてない落ち着け、落ち着け自分。このシチュエーションに動揺するな。これじゃまるでデートだ、デートそのものですよ。私たちの目的はオーナメントだと自分に言い聞かせる自分が白々しい。草原さん、クリスマス雑貨売ってます。流されるまま目を向けると、天井から吊るされたオーナメントや所狭しと並ぶ食品が視界に飛び込んできた。大丈夫か、頑張れ瓶に入った星形の角砂糖が目に留まり、何気なく手に取る。あ、かわいいね、星形の角砂糖なんて。かわいい、海外にはそんなものもあるんですね。ええ、でも本物は初めて見ました。星の砂糖がコーヒーに溶けて甘くなるなんて魔法みたいじゃないですか。いいね、ゾンノのその発想好きだわ。もうちょっと見て、あれかな、惚れちゃったか。いや、惚れてるかもとから、冗談です。砂糖を棚に戻そうとすると、及川さんの手が瓶の底をすくうように私の手元から奪っていった。店に置きませんか、クリスマスの間だけでも。いいですが、うちの味に合うかどうか私には分かりません。合わなかったら飾るだけでいいんですよ。そうだね、いいと思う。及川さんはさらりと自分のお金でお砂糖を買ってしまった。おほほほ、やるね、やるな。バイトでいくらもらってるか分からんけれどもね。代わりのオーナメントも無事に見つかり、駐車場へ戻るため巨大なツリーの前を横切る。キラキラと明滅し始めたイルミネーション前には、寄り添う男女二人組が圧倒的に多かった。そしてこの二人も男女二人組だ。巨大なツリーを目で追っていると、及川さんは何を思ったのか、私のコートの背中を軽く押し、ツリーの方へ足を向ける。あの、せっかくそこにあるんで見ていきましょう。いいね、このさりげない押し方、いいね、いけいけ。物欲しそうに見えたのかな、そんなつもりではなかったんだけど。並んでツリーを見上げながら、視線だけで及川さんの横顔を見てるんだねいつも淡々平然としている及川さんの様子は今も変わらず、何を考えているのか読めなかった。大丈夫、及川の頭の中はゾンノのことでいっぱいだと思う少なくとも私とこんなところに立っていても面白くはないだろうに。そんなことはないよ。今日は休みだというのに仕事に付き合わせてしまってすみません。俺から言い出したんですよ。覚えてますけど、私が休日返上だからといって合わせなくていいんですよ。もっと遊んだり勉強する時間がいるでしょ。子供扱いですか。いえ、ですが学生でしょ。及川さんに浪人期間がなければ、仮
彼は私より2歳下のはずだ。しっかりしているから仕事中は忘れてしまうけれど、嫌なのに出勤を申し出るほどお人よしじゃないです。そういうことはあまり おっしゃらない方がいいかと。変に期待されてしまいますよ。いいですよ、やっぱりお人よしじゃないですか。言ってることがちぐはぐです。胸の奥にもやもやを抱えながら再び振り仰ぐと、ツリーを見上げているルートばかり思っていた及川さんは私をじっと見下ろしていた。ほんのわずか及川さんは体の向きを変える。靴がタイルを起こする音に体が敏感に反応して反射的に身を引いた。けれど及川さんの手が私の手首を捕まえ、逃げた一歩分を引き戻す。どうなってる？今どうなってますか？誰かに見られたら誤解されます。顔の判別なんてつかないです。確かにイルミネーションの下にいる人たちはシルエットにしか見えない。それは私たちも同じだろう。バレないからと言っていいという理由にはならないのでは。そうですね。引き寄せる力が強まった気がしたのは一瞬で、手はすぐに離れていった。そこで行かないのか、広大。及川さんはコートのポケットに両手をしまい、またツリーを見上げる。何この展開。その横顔はやっぱり涼しげで、感情に起伏があったようには感じられなかった。どこもちぐはぐじゃない。草原さんだからです。そこまで言われると浮かんでくる答えは一つしかないけれど、そこに至る式がまるで見えない。でいいのか。私が強烈なだけで、本当は他にも多様な答えがあるのだろうか。どうしてそんなに気にかけてくださるんですか。ストイックな仕事ぶりを毎日そばで見てきましたから。それはどちらかというと避けたくなるのでは。俺は誠実な人が好きです。シンプルな答えに収まりかけていた信号が再び跳ね上がった。俺も店を大事に思ってるんで、もし草原さんと出会っていなくても仕事は続けてると思います。でも今働いていて一番の楽しみは草原さんと一緒に仕事ができるってことです。それは何よりです。やっぱり同僚として好感を抱いてくれているという意味。またその気持ちわかる。そう思う気持ちはわかるけどもね、今までのねことをこう思い返してごらんよ。いろいろおかしかったでしょ、広大が。表情は変わってなかったかもしれないけれどもね。がっかりしたのかほっとしたのか、胸中のモヤはますます色濃くなる。ツリーを見上げる群衆の中、下を向いていた私は悪目立ちしていたかもしれない。はあ、それでその日終わっちゃったのか。金曜日、18日の金曜日。翌日午前中はお客様がほとんど見えなかったけれど、午後になると思わぬ来店があった。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。男性3名、女性1名の4人組だ。入店早々、先頭にいた男性が店内に響き渡る声で及川さんを呼び、後ろにいた3人が吹き出す。典型的な苦手なタイプのお客様だった。
わかるわかる。絶対苦手だよね、そんなね、こういう人ね。あ、もしかして草原さん？もしかしなくてもそうだろう。先頭の男性がズンズンと歩み寄るので、私は思わず後ずさりをした。そこ止めに入ってくれ、おいか。不意に背中を大きな手が軽く支える。振り仰ぐと、及川さんがお客様に露骨な半目を向けていた。ん？でいいのか？お前らうるさい。え？こいつらの相手は俺がします。カウンターの奥へ下がるよう視線で促され、場を譲る。すまん、広大。こいつら行こうって聞かなくて。広大くん、執事みたい。超似合う。わー、この若い女性いらなかったな、これ。ちょっと、何連れてきてんのよ。ちょ、自分の立ち位置が分かんなくなってきた。来るのはいいけど、静かにしてくれ。マナー違反だろ。あ、もしかして、大学のご友人？及川さんの態度は、通常のお客様に見せる様子とは明らかに違う。4人を席に促し雑談する様子は幾分砕けているように感じる。時折見せるラフな笑みは私の知らない表情だった。ああ、そこちょっと悲しくなるよね。わかるわ。ただでさえもやついてる胸にチクチクとした痛みが増える。ほら、やっぱりね、ちょっとへこんでるよね。普段はあんな風に笑うんだ、知らなかった。そういえば及川さんを初めて見たとき、何かスポーツしてそうだと思ったっけ。そうなの？スポーツ系なの？すっかり忘れていたその印象に、今の及川さんはピタリとハマる。知らない一面なんかなんじゃなくて、あれが普通なんだ。広大、灰皿は？全席禁煙、外ですえ。嘘、じゃあお前仕事中吸わねえの？仕事中吸わねえの。うわー、ちょっとあんまりゾンノをいじめないであげて。すまん。時々だからかっこいいんだよね。いらんいらん、この人いらん。帰れ帰れ。即帰れ。そういう問題じゃないと思うが。タバコ、初耳。あー、ショックだな、ちょっと。いや、ショックじゃないか。逆に。いや、どっちだ？そうだ、私、及川さんがどこに通っているかも、学部も何も知らない。ただでさえ、男性とは関わり合いになりたくなくて、仕事以外の話題を避けてきた。そのことに、ショックや後悔を抱く自分に、二重に衝撃を受ける。そうだね。なぜ今、ショックや後悔を抱いているんでしょうか。知らないことなんてあって当然でしょ。ただの同僚なんだから。タイミングよく別のお客様が入ってきたことで、後ろ向きな思考にブレーキがかかる。私は気を取り直してそちらの接客に戻るけれど、及川さんの友人から露骨に視線を向けられて、少し居心地が悪かった。ビッチンだな。2個上だっけ。仕事できそう。厳しそうじゃん。私は一緒に働けないな。もう帰れ、これもう。いらん、いらん、いらん、いらん。こういうあれだ。こういうビッチはもういい。こんなね、あの素敵な喫茶店に来る家事なし。もうめちゃくちゃに言ってるけどね。ほんとすいません。これは強敵だな。広大には合ってるんだろう。もうね、この若い男性 ABC ももういらない、いらない。来なくていい。みんなできん。及川さんがコーヒーを入れている間、そんなひそひそ話が聞こえてくる。だいたいそういう人たちが声がでかいんだよ。もっとね、聞こえないぐらい小さい声で会話しなさいと。私が一緒に働ける人は確かに限られてる。男性はできるだけ避けたいし、女性も彼女のようなタイプには苦手意識が強い。わかる。
私も同僚が及川さんで良かったと思っています。それを伝えてあげようぜ、広大にさ。昨日もらった言葉を反芻しながらドリップに集中している及川さんの横顔を遠目に覗き見た。そうかそうか。後に入ってきたお客様が先に退店され、テーブルを片付けていると、及川さんの同期らしい女性が席を立ち、私の肩を叩いた。驚いて振り返ると小首をかしげてにっこりと口の端を持ち上げてみせる。怖い。何言われんの。こういう女性のことを可愛いというのだろうと思いながら軽く会釈する。何かご用でしょうか。お席までお伺いします。いいのいいの、向こうは子供っぽい話題で盛り上がっててつまんないし。広大君と春から一緒に働いてるんだよね。怖い怖いこの人はい。かっこいいよね。大人っぽいし優しいし、女性格にモテるでしょう。そうですね、指示はされていると思います。あーやっぱりか。女性は額に手を当ててため息を吐きながら首を振った。女の子には誰にでも優しいからすぐ勘違いされちゃうんだよね。おい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 、仕事でも女の子扱いしてくれるでしょう。荷物持ってくれたりとか。はあ、もうなんかテンション下がって声が枯れてきたもんふふ確かに顔ほどだと思うことは過去に何度かあった気がする。学校でもそうなんですね。私の反応を待っていたと言わんばかりに彼女は首を縦に振った。玉砕してる子いっぱいだよ。だから好きになっちゃう子がかわいそうで。草原さんもちょっと優しいからって勘違いしないようにね。彼女は私の耳元でそうささやき席に戻っていく。何話してたん。女の子の秘密もうちょっとなんつうかこうなんていうんですかね、もうちょっと汚い言葉しか出てこないんで言わないです。ちょっとこの気持ちをコーヒーを飲んで押し流しますわ及川さんを私物のように言う彼女の言葉を素直に受け入れることができない。受け入れなくていい。嘘嘘、あんなの嘘ですから。これは嫉妬？焼いたってどうしようもないのに。どうあがいても職場より大学の方がプライベートに近いだろう。その輪の中にいる同期生と年上かつ同僚でしかない私とでは比較対象にすらならない。憂鬱な午後の営業はとても長く感じられた。いやー、なんなのさっきの人たちテンションだだ下がりだよ。もう閉店間際、お客様がいなくなり床の拭き掃除をしていると及川さんがカウンターから出てきた。俺がやります。大丈夫ですよ、水が冷たいので。何か別の。ならなおさらじゃないですか。赤切れてるし、赤切れしてるしあ、思わず手を引っ込めるけれど及川さんの視線がついてきた。あまり見ないでください。洗剤や漂白剤の使いすぎで赤切れし放題の手を無意味と分かっていながら反対の手で隠した。いやー、ゴム手袋をさ使わないでやるっていうその姿勢が好きですね。やっぱそういう食器とかなんだろうな、大事なものをね扱うときはそういうので手を覆ってやっちゃいけないっていう、多分そういうスタンスでしょこの人。肌荒れだけでなくオーブン周りでできた無数のやけども手伝って、私の手はかなり不細工だ。数日前に俺
またこれを例に例と勘違いしがちだな。お札の数え方を教えた時には気にならなかったのに、今は無性に恥ずかしい。あ、確かに気にしてなかったね。軟膏を買いましょう。父の病気絡みでその手のは結構詳しいんで。ちょっと優しいからって勘違いしないようにねすげえ嫌な感じで言ってるけど自分がね、言わね。ふと彼女の笑みが浮かんだ。彼女は表情ばかりでなく手も綺麗だった気がする。いやー、そんなに後代は興味ないですよ。大丈夫大丈夫。醜いところを知られるのを惨めに感じるのはどうしてだろう。お気遣いありがとうございます。本当に大丈夫ですので。移動しようとすると及川さんは私が手を伸ばすよりも先に床のバケツを奪った。掃除は俺の仕事ですよね。休んでてください。すみません。分担を気にしただけであろう些細なことが私個人に対する気遣いのように思えて、そんな想像をしてしまう自分がひどく恥ずかしい。あ、また顔に出てる。どこまでが同僚としての行為で、どこからが異性としてなのか、明確な線引きがないのは困る。そうだね。私はすでに勘違いをしているかもしれない。そうだね、そう思うよね。その優しさがどっちの優しさなんだいってね。思うか思わないかって自分の心次第なところがあるからね